栃木の小麦の美味しい会議ラジオ麦わら帽子の会。ばあちゃん、台所でゴシゴシしてって思ったら鍋壊してしたんけ。有志工事の久田香織です。銀のやつでね、ゴシゴシやってるんですよ、壊しちゃった。もう大丈夫です。はい、いいですか。どうも、マシコタクロです。はい、マシコです、栃木の小麦の美味しい会議ラジオ、はい、麦わら帽子の会、うん、金曜日は有志工事がお送りしています。はい、今日のテーマは栃木の餃子。欠かせませんね。欠かせませんね。はい、今日はですね、はい、宇都宮市樋口屋本店の栃木県産栃木っ子餃子をいただきます。栃木っ子餃子。うん。栃木っ子がいただきますよ。ね、この餃子の匂いが栃木県民のこうアロマテラピーってね。いただきます。うん。うん。わ、皮うまい。うまい。うん。あの栃木県産小麦玉泉。皮もっちもっち、あんがね、ギュッとしてる。あんはね、栃木夢ポークですよ。うん、栃木の豚うめえかんね。うん、じゃあ俺もいただきます。ほんとだ、うまいね。県外なんかで食べると、はい、中身のあんがスカスカの時なんかありますけど、はい、栃木の餃子は違うね。これ夢ポークすげえ、肉がすごいね。うん、パンパンでうまい、おいしい。でもちもち感で、この皮がやっぱりツヤツヤしてるし、うん、最高ですね。はい、でも野菜も栃木のキャベツ、うん、長ネギ、ニラ、生姜、ニンニク、椎茸、うん、すごいね。栃木オールスターだな。完璧だっぺよ、うん。でも我々この間ある番組でね、はい、なんつうの、聞き餃子みたいな企画やって、うん、これはどこの餃子か当てるやつ ね。京都の餃子を宇都宮の餃子と我々断言しちゃってて ね。俺なんか京都の餃子食べた時に、ああ、ふるさとに帰ってきた気がするって言っちゃいましたからね。最低ですね、本当に。はい、ちょっと盛り返していきましょう、これ。やばいから、本当に。はい、あ、消費量もね、ハーマツにまだ抜かれてますから。ああ、じゃあ頑張って。ガンガンいきましょう。はい、栃木の小麦でいきましょう。うん、はい。さあ、栃木には僕らの栃木への愛情と同じくらい、栃木産の小麦に愛情を注いでいる皆さんがたくさんいます。いっぱいいます。栃木の小麦の美味しい会、栃木県麦わら帽子の会、有志工事でした。愛情も肉汁もいっぱい溢れちゃって、ごめんね、ごめんね。